ニュースピックアップ。今朝のこの時間は週刊新潮編集部塩見博デスクに今日発売の週刊新潮の記事から話を聞きます。塩見さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、さて今週号の週刊新潮がトップで伝えている特集記事、ドンに通報も仲良く生徒黙殺、ビッグモーター前社長の甥が初めて明かす内部告発はこうして握りつぶされた、こういう記事です。今世間を騒がせているビッグモーターの問題、兼重宏行社長辞任後もビッグモーターの不正や違法行為が次々に発覚しています。まあ、それにしても塩見さん、ビッグモーターよくここまでバレずにやってこられましたよね。そうですよね。実は今回ですね、元ビッグモーターの社員でもあった兼重社長の甥にあたる方にですね、いろいろと話を聞いたんですけれども、兼重社長自身はですね、自社の不正について、天地神明に誓って知らなかったと会見で話してましたけれども、はい、社長の甥はですね、社長は板金のことはわからないので、不正かどうか判断がつかなかったのは事実だと思うとは話してました。ということは甥っ子から見ても会社の不正を社長はわからなかったって見方なんですかね。そうですね、ただ社長が不正を分からなかったというのは事実ですが、社長が不正を知らなかったということはないということも言ってましたね。それどういうことでしょう。細かいことは国交省がですね、いろいろと現社長から幹部への聴取を行ったりですね、34店舗への一斉立ち入り検査などから、今後いろいろと明らかになってくると思いますけれども、例えばですね、ビッグモーターの店舗の前の街路樹がですね、枯れたりですね、はい、伐採されたりしているという、これ疑いについてはですね、兼重社長が道路から店の看板や並べてある車が見えるように樹木の葉っぱを低い位置に揃えろといった指示を直接出していたという証言もあるくらいです。ということはビッグモーターの各店舗の前の木枯らしたり切ったりしたのは、これ兼重社長の指示だったとも言えるんですかね。そういうことになりますよね。社長の一言をきっかけに、社員たちが現場にこれ葉っぱ1枚落ちていてはならないと、落ちているとこれ店長の査定にも影響するといったこれ話が広まってですね、それがエスカレートして各店舗がこれ競うように除草剤をまいたりですね、木を伐採したりするようになっていったっていうんですよね。そんなことになってたんですね。それにしても今までそういったパワハラですとか違法行為のようなもの、社員の誰一人として内部告発するといったことが、なかったということからもですね、ビッグモーター非常に風通しの悪い会社だったようですよね。そうとも言えますが、実はですね、昨年の1月兼重社長に意を決して内部告発をした従業員もいたんですよね。何を隠そうですね、その内部告発に踏み切ったビッグモーターの社員というのが、今回インタビューに応じてくれた兼重社長の甥っ子なんですよね。そういうことなんですか。甥っ子社長、社員なんですよね。はい、その甥っ子さんというのはですね、兼重社長のお兄さんの息子さんにあたる方で、昨年の1月に意を決して、叔父の、兼重前社長に内部告発をしたんですが、結果的に、黙殺されたということだと。ということは兼重前社長は甥っ子の内部告発を黙って見て見ぬふりをしたってことなんですか。そういうことになります。この事実は6月26日にビッグモーターの特別調査委員会が提出した調査報告書の中でもこれ明らかになっておりまして、その調査報告書にはですね、工場従業員からの告発の黙殺とはっきり書かれた項目がありまして、兼重社長の甥がその実態を通報、しかし社長は真偽を真摯に調査する姿勢を見せず、その後も全国の工場において不適切な行為が継続された、結果的には告発をもみ消したと言わざるを得ないときっちり書かれてるんですね。完全に告発をもみ消したと書かれてるんですね。そうですね、その報告書に書かれていることを改めてその、兼重社長の甥にですね聞いてみたところですね、具体的には車をハンマーで叩いたりとかですね、サンドペーパーで傷をつけたりといった、報道にすでに出ているようなことが
まあ、行われていたそうです。はあ、さすがに社長の一応ですね、これ車のプロですから、これ車を見ればですね、まあ、不正が行われていたことは分かったというふうに言ってますね。分かったんですね。しかしどうしてその兼重前社長の甥は内部告発に踏み切ったんですかね。実はその甥っ子が働いていた工場で、まあ、お客さんが持ち込んだ車の窓ガラスがフルスモークだったのに、まあ、剥がさないで作業をしようとしていたということがあったんだそうですね。はい、でその時にちょうど今回の報道で有名になった環境整備点検があったとかで、その環境整備点検の際の対応が悪いと、まあ、工場長などが降格させられることがあるためですね、工場長は隣のアウトレットモールの駐車場にその車を隠したという。ほう、まあ、それでさすがにこれはまずいと思って、まあ、兼重社長の息子ですね、前副社長の宏一氏にこれ伝えたんだそうですね。ほう、それを兼重社長の息子が無視をしたってことですか。いや、その時ですね、その訴えが通じたのか、工場長はすぐに降格になった。あ、そうなんですね。ただ次の工場長に変わると、まあ、不正行為はまあ日常化していったそうで、はあ、まあ、社員へのパワハラもよりひどくなったっていうこと、ね、社員の胸ぐらをつかんでなんてことがこれ日常茶飯事だったそうです。まあ、そんな中やはりこれ不正がこれ嫌いな従業員、まあ、もちろん不正に協力したくない従業員いるわけですから、その一人が兼重社長の甥にですね相談に来たっていう。その勇気ある社員の告発の声に応える形で兼重社長の甥が動いたってことなんですね。結果的にそうなったということですね。甥っ子さんもさすがにその社員の話を聞いてこれはひどいと思ったそうで、まあ、ある休みの日ですね、現場の人から副社長が環境整備に来てますよと、まあ、連絡を受けたためですね、工場に向かったら案の定これひどい不正行為が行われていたようで、まあ、副社長の息子にですね、大変なことが起きてんと、車ぶっ壊しとるわと伝えたそうです。ほう、兼重前社長の息子はですね、驚いてたそうです。おう、でその際その社長の甥は、まあ、タワーなる権威機を用いる不正についても説明したって言うんですよね。何ですかその権威機の不正っていうのは。車の内反骨格の修正をする際ですね、人の力だけで牽引が可能なのにもかかわらず、わざわざこれ工賃が高額になる、まあ、タワーというですね、牽引機をこれ使って作業しまして、保険金を過大に受け取るこれ、まあ、偽装行為ですよね、が行われてたっていうんですよね。それで兼重親子の副社長の息子の方にですね、まあ、これ写真を見せてタワーって知っとると聞いたら、わからないですって言われたとかで、それで兼重社長の方にその不正の事実を写真とともに送ったんだそうです。まあ、ところが社長から の, 返信というのは、まあ、工場長と仲良くせえと、なんで協力できんのやといった内容だったそうで、まあ、それで兼重社長の甥はがっかりしたっていうんですね。はあ、でそのままその千葉の止水店の不正というのは見過ごされたということになったんですね。そういうことですね。結果的に不正の告発から逃げ切った止水店の工場長の横暴というのはさらにエスカレートしていたと思いますね。あら、というのも止水店は営業成績が良かったこともあって、その工場長が昇進したっていうんです。不正を告発されたのに昇進したんですか。そうなんですね。さすがにこの人事にはこれ絶望する従業員がまあ、相次ぎましてですね、数名がこれビッグモーターを辞めてしまったところだったそうですね。いや、そりゃ工場長にね、例えばパワハラされていた従業員からしてみれば、その人物の不正行為をわざわざ社長の身内がね、この内部告発したにもかかわらず、その工場長がもう処分されるわけでもなく、まさか逆に出世するなんてことになれば、そりゃもうお先真っ暗ですもんね。そうですよね。内部でのこの解決はもう無理だとこれ思った従業員たちが、まあ、最終手段として外部に告発することを決めて、まあ、退職して不正な保険金請求の情報提供ホットライン通報しまして、まあ、その後その社長の甥もですね、情報提供ホットラインに連絡をして、まあ、ようやく各損保会社がですね、ビッグモーターの不正行為を知ることになった。そして6月に特別調査委員会からの報告書が提出されまして、ビッグモーターの大規模な不正が明るみに出てきたという流れですね。そういうことだったんですね。はい、
さてビッグモーターの話題とともに世間騒がせている事件が、札幌すきののホテルで頭部が切断された男性の遺体が見つかった事件です。北海道警は死体遺棄などの疑いで田村瑠奈容疑者と父親で精神科医の田村修容疑者、そして母親の浩子容疑者の一家3人を逮捕しました。結局これ塩見さん、被害者の頭部というのはどこから見つかったんですか？切断されたあの男性の頭部はですね、田村容疑者宅の2階にある浴室で発見されたそうなんです。はい。ただ発見時その首頭部はですね、腐敗が進んでいたこともあって、被害者本人かどうかの確認には歯型の鑑定が必要だったそうですね。田村瑠奈容疑者はこの腐敗した被害者の頭部を自分で捕らえた獲物を誰にも渡してなるものかという具合に大事にはしてたっていう。大事ですか、はい、いや正直気持ち悪い話ですよね。そうですよね。しかも彼女の犯行にですね、父親も率先してこれ加担していたようでして、実際に事件発覚から数日後ですね、近所のコンビニエンスストアで瑠奈容疑者の父親がですね、袋詰めの氷をですね、10個ほど買い占めに来たという証言があるんです。コンビニの氷の在庫がなくなったことをですね、その時の店員さんが記憶しておりまして、店員は今思えば首を冷やすためだった。あらら、もうなんか気持ち悪いですから、この事件の話やめましょうか。でですね、近隣住民も田村一家の異変を感じていたと、ね、すみません聞いてます？近所の人の話ですとですね、田村一家の玄関横に大きめのクーラーボックスがいくつも積まれていたとかで、何が入っていたんだろうと、交換用の氷をいっぱい用意してたかもしれません。まあでもさすがにこの今年の猛暑ですから、特に今年の4月は暑かったですから、確か観測史上一番暑いとか。塩見さん、暑さとかそういう話じゃないんじゃないんですか？瑠奈容疑者は逮捕されるまで23日間ですね、ずっと被害者の首とともに家で過ごしていたようですが、さすがに頭部の腐敗臭に耐えられなくなった父親のこれ修容疑者はですね、近所のネットカフェに滞在していたところ身柄を確保されたといいます。現在首を大切に保管していた瑠奈容疑者は取り調べで、私と別の人格を持った人間がやったと容疑を否認しているようですが、この供述、寺島さんどう思われます？本当に、はい、私、瑠奈容疑者が被害者から何らかの性的暴行を受けたことが、これは事件のきっかけだとも言われてますけれども、そんな性的暴行の加害者の首と何日も一緒にいられる精神状態というのは、寺島さんこれ理解できるものです。いや、わかるわけないですよ、塩見さん。塩見さん、終わりますよ、もうね。はい、こちらの記事気になる方は、今日発売の週刊新潮をお読みになってください。週刊新潮、塩見博史デスクでした。塩見さん、ありがとうございました。ありがとうございました。